自民党は内紛勃発でしょうか森元総理が所属する派閥の大会届を提出しました理由は安倍元総理との対立のようです今回の勝利を来るべき衆議院総選挙そして統一地方選挙つなげていかなければならないヒートアップする民主党代表選を横目に自民党の谷垣総裁は 各県連の代表者に激を飛ばしている。衆議院を解散総選挙に追い込み政権奪還を目指さなければなりません。ねじれ国会で指導権を握ることになる参院の中曽根議員会長、衆議院を解散に追い込むと鼻息が荒い。その中曽根氏を参院議員会長に選出した選挙をめぐり。 町村派の相談役森本総理が派閥の大会届を突きつけた森さんは参院議員会長の選挙で派閥が割れたことを怒っているんだ派閥の体を成していない他の派閥にも申し訳ないって言って大会届を出して退席した谷川修善君40票中曽根博文君40票であります <laughs> これよりくじ引きを行います中曽根氏と谷川前参院幹事長の得票数が同数でくじ引きで当選者を決めるという異例の展開を見せた自民党参院議員会長選挙町村派はぬかが派や小賀派とともに谷川氏を担ぎ森元総理が積極的に後押ししていた。だが安倍元総理は これに意義を唱えていいたという安倍さんは谷川さんを派閥単位で押すことはできないそんな強制を派閥でする時代じゃないって言っている結果として町村派から5人が中曽根氏の推薦人に回るという造反劇が起き森元総理が押した谷川氏は涙を飲んだ中曽根氏を支持した丸川議員は

かつて町村派に所属していた、山本一田参院精神会長はいやもう本当にこういう話はやめてもらいたいです、でとにかく今、民主党にメディアジャックされてて、代表選挙で、えー、そのこの国の政策をどうしていくかということを仮にも議論してる中で、派閥の長老が大会届け出すとか出さないとか、止めるとか止めないとか、まあ、そういうくだらないことはもう一切やめてもらって、やめるんならやめていただいて結構ですから。 森元総理から4代続けて総理大臣を出し憲政制を極めていた最大派閥も求心力の衰えは隠しようがない。